い、どうも、走ろうチャンネルです。どうも、小柳スポーツの小柳です。はい、今上がってるのは多分10月末ということで、あと少しするとまた11月に入ります、はい、そうですね。まあ、小柳さんからまた何かお知らせがあるってことなんで、はい、今日は動画で紹介してもらおうかなと思います。わかりました。よろしくお願いします。はい、2つあります。2つ、はいはい、1つが12月末にまた抽選会やります。あ、出ましたね。その季節が来たってことですね。その季節が来ました、はい、で、じゃあ今はなんでそういう告知するのってなると思うんですよ。11月の1日の、お買い上げから抽選券を配っていきます。あ、またこの抽選券を配っていて、はい、最後にやろうっていう感じで。なるほどなるほど。ただ多分一番最後の日とかにしちゃうと、はい、来れる人来れない人出てくると思うので、はいはい、だから12月24日クリスマスイブですね、はいはい、火曜日でお店休みなんで、はい、なんで一応25日からお店の最終営業日が28、はい、1、2、3、4日間をちょっと抽選会の日、まあ、抽選会の日っていうかお店来て抽選券出してもらって、で抽選その場で、なるほどなるほど、はい、しようかなと思うので、はい、で、今回はちょっと外れありになります。なるほど。ただ、道太さんの、闇ガチャ、あ、はいはいはい、あったじゃないですか。ライバルですね、はい、はい、西の道太さん、左の小柳スポーツでやらせてもらってるんで、なんでちょっと道太さんのあれを、まあ、パクるじゃなく、はい、マジしつつ、はい、まあやろうかな。で、まあ外れありなんですけど、道太さんの闇ガチャって外れありで、どうか何枚かで何とか当たったじゃないですか、確か。まあそれは、道太さんいただきます。はい、なんでまあちょっとそれと同じ形で、外れが何枚か集まったら、まあうちも何とかに交換。なるほどなるほど。はい、それはちょっともらうので。はい、はい、ただ、道太さんとは確かいくら払ってだったと思うんですけど、うちは逆にお買い物するとついて、なるほどなるほど、はい、まあ、抽選券の金額に関しては、はい、5000円以上で1枚かなっていう。5000円以上で1枚、はい、で、まあ1万円で2枚、あ、5000円ごとにってことですか。あ、にしようかな。はいはいはい、店長それでいいよね。はい、大丈夫。5000円以上で1枚で1万円、2万円で、そしたら5000円ごと税込みで5500円以上で、税別5000円以上のおかげで抽選券1枚が11月1日から配布します。なるほど、はい、ってことはこれ毎回多分確認してるんですけど、はい、5万円のグローブを買うと、まあ税別5万円だと10枚ってことですよね。はい、なかなかですよ。なかなかです。なかなかですよ。で、多分うちの抽選会を見てくれてる方って多分一等にしょぼいものあったことってうち1回もないと思う。あ、確かにないっすね。これは自分自慢なんですけど、はい、しょぼいものは絶対出せない。あ、なるほど、はい、攻めていくと。攻めていきます。はい、自分で自分の首を絞めていきます。はい、え、ちなみにじゃあもう今回の、はい、撮ってるの10月なんで、はい、景品とかって大体決まってたりするんですか。まあ一等はまたグラブとか、まあ、はい、いろいろ。なるほど、はい、出そうかな。なるほど、はい、今年が終わるまでに、はい、あの何回かお店に来てさせてると思うんですけど、はい、その時その時でもし、はい、あの更新っていうかその、はい、景品が入荷してきたらちょっと、はいはいはい、たらまあこれじゃあ景品出しちゃいます。あの、そうそう、お店に残ってるものは出さないんで。あ、残っても出さない。あ、出さないです。だって残ってるもんって売れないもんじゃないですか。あ、はいはいはい、もらって嬉しいですか。一番売れてるものもらったら嬉しいじゃないですか。あ、そうそう、まあ、売れ残りはいらないってことですね。ですね、はいはい、今流行ってるものが欲しいじゃないですか。なるほど。なんでまあちょっとそんな感じで攻めていくので、まあ、それが一つ、はい、2つ目、はい、これはちょっと一番大きいと思うんですけど、11月のから12月末までオーダー会やります。あ、オーダー会、はい、はい、あ、またオーダー会ってなるじゃないですか、はいはい、ちょっと変えてみました、考え方を。なるほど。去年までの今年の夏もですけど、はい、うちのオーダー会っていつからいつまでこのメーカー全メーカーのオーダー会やりますよ。あ、ありましたね、はい、はいはいはい、で思ったんですよ。普通だなって。まあそうですね。で、極端に言うと、まあ、A っていうメーカーのグラブが欲しい人が B のメーカーのグラブを買うかっていうと買わないじゃないですか、オーダーグラブだと。まあまあそうですね、欲しいのを狙ってきますからね、はい、A 社のグラブが欲しい、はいはい、でもその A 社のグラブの中に型っていっぱいあるじゃないですか、はい、1、2、3、4、5じゃないですけど、はい、なので各種週代わりでメーカーに来てもらいます。じゃあ11月の、はい、まず1週目、2、3ですね、同日の、はい、はい、ここはワールドペガサスさんに来ていただきます。ワールドペガサス、はい、はいはいはい、でここでまずワールドペガサスさんのグラブの方を、まあ、用意します、はい、で、じゃあどの方がいいかなっていうのを実際にその場でどの方が自分の手に合うかを決めて選んでください、はい、でラベルのサンプルとかもきっと来るはずなんで、あ、はい、まあ、どのラベルが好きっていうのを選んで。はい、まあ、そもそも自分ワールドペガサスのオーダーにラベルの種類があるの知らないですから、ね、はい、あ、本当ですか、はい、そういうレベルなんで、はい、まあ、こういうラベルだったりあの昔の WP、 あ、はいはいはい、多分大井さんのお父さんとか使ってたような時代ですかね、はいはいはい、のラベルとかもあるんでそれが選べるようになります。なるほど、はい、で第2週が皆さん大好き、Z さん、これ Z、はいはい、が、11月の90で来られます。ちょっと Z さん型番めちゃくちゃ多いんで、あ、まあ、ちょっと前科だとまではいけないんですけど、はい、まあ、人気のある方プラスアルファで用意してもらうので、はい、で、その場でまあやっぱり Z さんので、まずグラブの型、源田さんだったり、そうそう、杉谷健司さんだったり、はい、いろいろあるんで、まあ、川島さんとかを実際は自分はどれが手合うんだろう入れてください。なるほど。どの色が好きだろうっていうのを全部ほとんどこだわって
選べます、はい、なるほど。で一応 Z はその時あのうちの担当のものも来るのでよりこだわって選べるような日にしてあります。なるほど。第2週の土日ということで、はい、が Z さんですね、はい、で次第3週ですね、はい、16、17、はい、ここは水野が来ます。お、水野、はい、ちょっとすいません古いラベルでビッグ M で、ビッグ M は受注できませんよ。はい、はい、で一応16、17で水野さんが来ていただいて、はい、いろんなモデルを用意します。なんでまあ坂本型がいいのかアクシーがいいのかアクシー2がいいのかとか、はい、まあ、藤田がいいのとか、はい、キャッチャーミトンは阿部さんだったり、ちょっとマニアックですけど僕の最近のおすすめは近藤型ですね。キャッチャーミトンはっていうのをいろいろ用意してもらうので、でまあ革のサンプルとか紐とかも全部用意して、じゃあどれが一番いいかなっていうのを選べる週、水野が選べる週は11月の16、17はい、になります。で次第4週ですね、11月の23、24、ウィルソンになります。ウィルソン、はい、はい、ウィルソンさんの方も、まあ、デュアルと、まあ、シングルって通常タイプ、はいはい、両方あるんで両方サンプル持ってきてもらいます。で、まあ、革のサンプル、カラーのサンプル、あとラベルですね、はい、ラベルウィルソンさんいっぱいあるんで多いですよね、はいはい、それも用意します。なんでどの形が合うのかな、実際手入れで、まあ、片付けサンプルとかうちにもあるのがあるんで、あこのグラフってこうなるんだ、こっちの方もこうなるの片付けてとかもいろいろ発見はあると思うんで、なんでウィルソンさんが気になる方は11月の23、24でお願いします。はい、はい、じゃあ次が、11月、まあ、最後ですね、はい、11月の30日と12月の1日と SSK さんですね。 SSK、はい、でここは SSK さんの方で、まあ、型サンプルとかラベルのサンプル、まあ、今まで言ってるような形で全部用意します。なるほど、はい、なんで、まあ、SSK のグラブを好きな方はその日に来ていただくと、はい、はい、いいと思うんで、はい、次12月の、まあ、これ7ですね、8日はお店ちょっといろいろ所要があって臨時休業になるんで、はい、12月の7日がグロムさんになります。あ、グロムこの前、はい、夏、はい、結構あの評判だったので今回の冬もやりますね、はい、はい、でこれでグロムさんが12月の7に。なるほど。でこれはまあ前回と同じサンプルとか型押しのいろいろ用意するのでよろしくお願いいたします。はい、次ですね12月の14、15、はい、D-by-M になります。でちょっと D-by-M さんは職人さん来るか来ないか確定してないんで、はい、D-by-M の職人の宮下さん、宮下さんと、お話しして、まあ、片付けサンプルあの用意してくださいっていうのを話してるんで、まあ、D-by-M さんのこうグラブのサンプルと、まあ、革のサンプルとかいろいろ用意して、はい、やりますので、はいはい、多分まあうちも D-by-M なるべく基本全型入れてるんですけど、実際に片付けたのは全部とはいかないので、実際の D-by-M さんの良さが全部伝えられる日が12月の14、15になります。なるほど、はい、結構マニアックというか、はい、あ、そうですね、テレビ店ないですもんね。ないのとオーダーもこの夏からスタートしたんで、はいはい、でまあ僕自身が D-by-M さんのグループすごくいいなって、まあ、お客さんもすごいご購入いただいてるんで、はい、まあ、であれば D-by-M の良さをより伝えないといけないので、はいはい、なんでちょっとオーダー会をこの日やらせていただきます。結構マニアックな人が揃いそうですけどね。そうですね、はい、ちょっとその日お店の温度いろいろと濃くなると思います。はい、はい、で第4週これがオーダーの最後ですね、はい、アトムズさんですね、12月の21、22がアトムズさんの週になります。でこの時もちょっとアトムズさんから、まあ、全型お借りできればちょっとお借りして、あとどれがあるかで、あとは、うちの担当の方も多分来ていただけると思うので、アトムズのグラブが欲しいんだっていう時の、じゃあどの方がいいんだっていうお手伝い、あとはもう極端に言うとアトムズさんってやっぱ形もすごくいいです、はい、革がやっぱいいんで、はい、その革のお話とかもいろいろできると思うんで、はいはい、グラブ変なしラベルだよねっていう考え方はもう古いと思うんで、ちょっとコアな重要なキーポイントって多分革と作り手の2つだと思うんですよ、はいはいはい、その2つがすごくいいメーカーさんが来てくれるので、もちろん他のメーカーさんもいいんですよ。このメーカーがなんで今こんだけ人気になってるかっていうのも確かめられると思うので、ぜひ、12月の21、22はアトムさんなので来ていただけると。なるほど、はい、はいはい、そんな感じで、はい、11月のオーダーフェアってことで、はい、その各週でメーカーさんが来てくれる、そうですね、感じだと思うんですけど、はい、やっぱりそれだけだとまだ弱いですか。まあそうですね、まあ、もうちょっと欲しいですか。もうちょっと欲しいところなんですけど、なんかそうしたらこれは全部に共通します。あ、全部、はい、全品 10% まずあ、はいはい、オーダーですね、オーダーグラブがまず 10% オフになります。なるほど、まあ、それでもまだやってるところはまあそうですよね、はい、で次なんですけど、はい、ちょっと今かがんでるんですけど、これはまた後で紹介しますね、はい、オーダーのシミュレーション ID、グラブの型番は何でもいいです、はい、カラーリングだけ決めといてください。カラーリング、はい、例えばですけど、まあ、黒のグラブだ、黒のグラブとか刺繍も、まあ、今からだと時間あると思うん で、はいはい、で型番はこっちで直せるんで、どんなカラーリング、はい、どんなスタイルにしようっていうのを作った用紙を持ってきてください。あ、なるほど。でそれをしていただくと1500円オフにします。1500円オフ、はい、はい、それは 10% から、そうです、 10% オフした金額からまた今度1500円オフにします。あ、はい、結構大きいと思うんですよ。で、次です、次が A or B でいきます。
A or B、はい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 、まず A にしましょうか。 A、はい、お店からの提案です。こういう、まあ、こういうグラブケース今売れてるやつとか、まあ、これにお手入れセット足したやつとか、お手入れセットのお店からの本気のおすすめのセット、例えばそのメーカーさんごとに合うオイルが違うんで、はい、それをまあ全部こう詰め合わせた固形とかメンテナンスの、まあ、どっちかが選んでもらうのが A です、はい、なるほど、まあ、大体5、6000分ぐらい入るような方式で、はいはいはい、で何式だとまあ大体3000分ぐらいを入れます、はいはい、で、次 B ですね。 B メーカーさんからのおすすめ品、はいはいはい、まあ、例えばですけど水野さんのおすすめはこれ、 SSK さんのおすすめはこれみたいのを、そのメーカーごとのおすすめのものをつけます。なるほど、はい、っていうとどんなものが、例えばですけど、はい、ウィルソンさんだと、まあ、今年の冬流行ってるパーカー、パーカーなんかちょっと A2000 風な、はい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 、あのパーカーパーカーを公式グラブでお付けします。なるほどなるほど、はい、グラブお手入れ品がつくんじゃなくて、パーカーがつくと、なるほど、はい、ウィルソンさんは、はいはいはい、か、まあ、こっちのお手入れ品、お店おすすめの、はい、で、軟式はちょっとパーカーだとすみません、ちょっと値段高すぎちゃうんで、はい、オイルセット、ウィルソンさんの、あ、なるほど、はい、はいはい、まあ、ウィルソンさんから出てるあのちょっと高いオイルのとか、あとクリーナーとかのセットをお付けします、はいはいはい、なるほど、はい、まあ、ウィルソンのメンテナンスセットで攻めるのか、お店おすすめのメンテナンスセットで攻めるのか、あ、はいはい、か、まあ、グラブのこういうのとお手入れの軽いセットですね、はいはいはい、多分両方合わせたら、30% オフぐらいに下手したらなっちゃうかも。全部合わせると、はい、まあ、10% オフあって1500円引きあって、おまけみたいな、おまけみたいな、はいはい、お店のおすすめもしくはメーカーのおすすめがついてくるので、はいはいはい、なんで一応まあそんな形で11月から12月までのオーダー会でそういったことをちょっとやりますので。なるほど、はい、なんでまあ一応そんな形でちょっと今回はオーダー会の、お知らせでした。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、そんな感じで本日は11月のイベントということで、まあ、ちょっと12月も入ったんですけど、はい、5000円ごとの抽選券っていうのと、はい、あとオーダーフェアの話をしました。はい、はい、まあ、どちらも正直でかいイベントだと思うんですけど、そうですね、あの令和初の、そうですね、はい、はい、面白いダメージをしてもらえればと思うので、はい、でまたその、詳細とかもちょっと10月で撮ってるんで、はい、詳細は多分小柳さんが Twitter かなんかでつぶやくと思うんで、そうですね、またこの辺に、はい、あの出ると思うんで、よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、そんな感じで本日は11月のイベント告知でした。今日のパシロチャンネルは以上です。ありがとうございました。そして10月のプレゼント企画です。まずはこちら、野球道具のセットになります。こちらは自分が購入してきたものをまとめて1名様にプレゼントします。中身は穴あきボール、ムートン、プロテイン3点セット、そしてアディダスのアームスリーブ、スッキリクロス、メンテナンスオイル、そしてオリジナル T シャツと、まとめてこちらを1名様にプレゼントします。そして2つ目は、小柳スポーツさんでオーダーしました JB のオーダーバットになります。こちらは自分が使っているものと全く同じもので、ヘッドを生かしたバッティングができるようになるバットとなります。公式まで打てる竹製のバットとなっております。こちらを同じく1名様にプレゼントします。そして最後はこちら、 KB スポーツさんとコラボして作りました T シャツのセットになります。こちらはピンクとネイビーのセットをまとめて1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。